ロンドン地下鉄1959系電車は1959年12月14日にロンドン地下鉄ピカデリー線で営業運転を開始した電車。ノーザン線に転用された後2000年1月27日まで使用された。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。本校では本形式の試作車である ロンドン地下鉄1956系電車及び本形式とほぼ同形態、仕様でセントラル線で使用されたロンドン地下鉄1962系電車についても合わせて記載する。3形式合計で1256両が製造された。第二次世界大戦により工事が中断された新規路線の建設が戦後に再開され、 遠伸区間分の所要車両増加分は戦争中に余剰となり保管されていた車両で賄われた。これらの車両には営業運転への復帰に先立って修繕が行われたものの屋外で保管されていたために信頼性が他の車両に比べて低いものが少なくなかった。 車両の信頼性向上と輸送力増強のため1938系電車を改良した1952系電車を100編成製造することが1948年に計画され、実物大モックアップが作成されたが、車両を製造着手前に乗客数が減少に転じ、1952年に計画は中止された。 元有給車両の信頼性問題は解決されずに残ったため、1954年に再び新型車両をピカデリー線に投入し、同線で戦前、線中を通じて運用されていた信頼性に大きな問題がない旧型車両を打線に転用する計画が立案された。新型車両は1938系電車を基本としつつ、アルミ車体、 ゴムマウイント台車、車側等、室内蛍光等など、各種新機軸を採用していたため、運用試験、乗務員、車両検査員の習熟を目的として1956、計7両編成3本が1本ずつ3車に、発注された。1956型は4両プラス3両の7両、3編成がそれぞれメトロキャメル、バーミンガム、グロースターに発注され、 1957年夏に入線した。各メーカーの車両は共通設計で並結することもできたが、細部の仕上げに微妙な差があった。当初は量産車搭乗まで各線で試験運用することが計画されていたが、ピカデリー線のみで運用された。当時のピカデリー線では列車を途中駅で分割する運用が行われていたため、3両編成が 単独走行する際の信頼性確保のため、中間付随車にコンプレッサーが2台搭載されていた。量産車である1959系電車登場後は、量産車に混じって運用され、農山1000屋の転属後、1996年に廃車された。1956系電車の運用実績が好調なことを受け、量産車である1959系、 電車4両プラス3両76編成がメトロキャメルに発注された。細部に変更はあるものの、基本仕様は1956系電車と同一である。1938系15編成、1956系3編成と合わせた94編成で、ピカデリー線の全旧型車を置き換える計画だったが、 ロンドン東部地域の鉄道路線電化により、セントラル線の乗客急増が予想されたため、最後の57編成は、中間電動車1両を追加した4両プラス4両の8両編成で、セントラル線用に投入された。セントラル線用の57編成は1962年以降1962軽電車に置き換えられ、 各編成中7両は予定されていた通り1964年までにピカデリー線に転属し編成から外された中間電動車は1962型に組み込まれたピカデリー線のヒースロー空港への延伸に伴い全車両を申請される1973型電車に置き換えることとなり1956型と1959 型は1975年から1979年にかけて全車が農山線に移動、同線の1972系、電車二次車全車を、ベーカール線、ジュビリー線に転属させ、農山線の1938系電車を廃車した。1985年から1989年にかけ、輸送需要の変化に応じて、数編成が、 ベーカールー線で運用された。1998年6月12日から1995系電車への置き換えが始まり、2000年1月27日に、最後の編成が営業運転から外れ、全車廃車された。セントラル線の輸送改善には、新型車の投入が計画され、試作車として1960系、電車3編成が製造。 試験が行われていたが、輸送力を急激に増加させる必要から1960年から1962年にかけて、当時製造中の1959系電車を暫定的に投入し、ついでセントラル専用に製造された1959系電車と、同仕様の1962系、電車4両プラス4両84編成と4両。 1962本を投入する計画に改められた1型は当初電動車をバーミンガムで付随車をイギリス国鉄ダービー工場で製造する予定だったがバーミンガムの製造能力が不足したことから電動車は全車メトロキャメルで製造された当初予定されていた車両に続けて1960系電車痴漢用に4両プラス4両3編成と ピカデリー線、アルドウィッチ市線用に3両編成1本が製造された。終始セントラル線で運用されたが、1993年4月から1992系電車への置き換えが始まり、6編成が1956系の地下に用などとして、農山線に、転属、ごく一部が事業用として残された他は1996年までに、 全車が運用から外れ、廃車された。本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。中央部2箇所が両開き、車端部2箇所が、片開きの片側4扉、ドア間窓4枚で、先頭車は、ドア1箇所分を運転室としているため3扉である。アルミ車体を、 ロンドン地下鉄の商談面車両として初めて採用し特殊な事例を除き無塗装で使用された。1956型は正面右側に後頭のマーカーライトがあることが1959系1962型との外観上の相違点である。1959型は微灯がヘッドライトの右側、1962型は 左側にあることで識別できる。ロンドン地下鉄で初めて正面貫通路上に行き先方向膜を備えた。1956型は当初屋根も無塗装だったが、後に量産車同様グレーに塗装されている。1962軽電車の車内車体中央部に左右各二組のボックスシートを備え、それ以外はロングシートである。壁面は 青緑色、天井は白に塗装され、室内灯は蛍光灯を初めて採用したが、消度確保のため車両を中央に2列平行に配置された。ピカデリー線、ノーザン線用は4両プラス3両、セントラル線用は4両プラス4両で運用された。4両編成は DMTNDMDM で、3両編成は NDM を抜いた形で構成される。 ADM は北向き制御電動車、DDM は南向かい制御電動車を表し、ADM の番号でユニットを代表することがある。1970年から1971年に、かけて一部付随車に給電軌道の下を溶かすための棒、氷装置が追加され、車両番号に、デアイシングを意味する D が追記された。1956型には、 当初4万番台の車両番号が付番されていたが、1959、計登場後に1959型と連番になるよう改版された。4両プラス3両、4両プラス4両の各編成の組み合わせは一定ではなく、適宜組み合わせを変えて運用されていた。4両ユニットと3両ユニットは1012201290131013 10は4両。 101420141015は3両のように交互に不番されている。最後の1編成が3両編成であるため、中間電動車は1両少なくなっている。記念塗装車ロンドン地下鉄の電気運転100周年を記念して、1028のユニットと1043のユニットが1990年に1923年制定の赤い車体、茶色のドア、 窓周りクリーム色の塗り分けに外装が、セルリアンブルーに内装が塗装された。1990年代以降に、ロンドン地下鉄全車両に施される、内装更新の試作改造が1028と1043のユニットに1993年に施行され、1992系電車などと同様の白い車体に赤いドア、車体すそぶ青のロンドン地下鉄標準塗装とされた。 ありがとうございます。